晴天の霹靂だった。ねえ、あんた、分かってるよね。2015年3月、45歳の俺、39歳の妻。ここにハンコだけ押してくれればいいから。結婚して8年目の俺たち夫婦には子供がいない。テレビディレクターである俺は家庭を顧みず、狂気じみた勢いで仕事に集中していた。なぜそこまで。番組作りにはそこまでのめり込んでしまうほどのもののけがいる。常に世の中を観察し、時代と共に寄り添わなければならない。タモリだ、タモリだ、タモリだ。テレビの人は言った。後藤さん、キチガイだよね。キチガイは業界人の褒め言葉。そんな自分に酔っていた。そして陶酔する自分の影に隠れていたある事実。妻の寂しさに気づけなかった。小さな制作会社を経営していた。俺が演出家で妻が総務と経理。二人でなんとか切り盛りして会社も8年目。ずっと陰で支えてくれてきた妻からの見下り犯。女の別れの言葉には覚悟があった。3ヶ月の別居後、もう一度犯行を押すように迫られた。もうどうしようもないところまで来ている。ブルブル震えながら自分の名前を書いた。何それ。え、離婚届の後藤隆一郎の文字が青いよ。あ、三色ボールペン青で書いた。何をやってるんだ俺は。妻の文字は黒くて綺麗。俺の文字は青で下手くそ。ちぐはぐな感じが二人の関係を物語っていた。青で書いたってことは無効かな。大丈夫、これ出しとくね。妻は冷静だった。これがテレビに人生をかけた男の顛末である。世の中を笑わせる、楽しませる。目の前の妻の気持ちがわからない。自分のことしか見えてない。そんな奴の作るものに価値などあるのか。離婚のダメージはボディーブローのように効いてくる。あの日の残像が何度も脳裏をよぎる。別れ際の妻の涙。なんで。酒を飲み荒れた。立ち上がることができなくなった。8月は年末年始特番のため企画書を書かなければならない大切な時期。年末年始の特番が面白く視聴率が良ければ春のレギュラー番組を獲得するチャンスである。だけど今は全く創作意欲が湧かない。俺、誰？心の声が話しかけてきた。君、何者？自分探し？する？ベタに？俺は俺を取り戻すため、俺にまつわる取材をすることにした。俺を漢字一文字で表すと何？